してくれなくて、クバリスリージョンから戻ってから様子がおかしかった気がして、何か考え込んでるようなさ。マノンを見かけたら教えて、悩みがあるなら聞いてあげたいし、私も心当たりを探してみる。ここにいたんだ。二人ともどうしたの？どう言っていいかわかんないんだけど、マノン、もしかして何か悩んでることとかあったりしない？いえ、少し考えていたの。ロストセントラルではダークファルスについていろいろ知ることができたわ。前よりももっと進化し強くなっている相手と私たちは戦わなければいけない。そうだね。でも大丈夫だよ。みんなの力を合わせれば。そうね。アイナは本当に強くなった。前にここで悩んでいた時とはもう別人だわ。もちろんあなたも。それでもダークファルスと戦えば多くの犠牲が出ることは避けられない。私はこれ以上戦火が広がっていくことが怖い。マノンは優しいね。いいえ、私は。セントラルシティにて待機中のアークスに通達。クロフォードからの緊急招集、速やかに集合のこと。以上。行きましょう。マノン。
早速だが本題に入ろう。ロストセントラルの調査で得られた情報をもとに解析を進めた結果、ダークファルスがいる場所についてある程度の目星がついてきた。場所はスティアリージョン最深部。皆の協力もあってセントラルキャノンも完成した。いつでも発射可能だ。ダークファルスを外へと誘導し、射程に入った瞬間にセントラルキャノンを発射。この長い戦いに終止符を打つ。とは言ったものの、話はそう簡単にはいかなくてね。スティアリージョンはこのハルファで最も危険な地域なんだ。理由は2つ。1つはスティアリージョン全域が大量のマグマで覆われていること。次に出現するドールズが他とは比べ物にならないほど強く多いこと。やるべきことはシンプルだけど、これまでのどの任務よりも危険で過酷なものになる。そのことを覚悟した上で必ずや成功させてほしい。うん、了解。と言いたいところなんだけど、一つ質問があって。スティアリージョンにはナーデレフやイルマのようなアークスはいないのかな。今までもそのリージョンにいるアークスと協力してドールズを倒してきたから、連携ができれば心強いなって。そうだね、スティアリージョンには先遣隊が展開していてね、なんとか連絡が取れればいいのだが。先遣隊のみんなが拠点にしているスティアキャンプとなら連絡取れますよ。早速つないでみますね。あ、ちょっと。やっほー、こちらオペレーターのノロシです。というわけで、ダークファルスを倒すための作戦を相談したいんだけど。久しぶりだね、グレン。要件はノロシから聞いた。こちらに依存はない。ありがとう。カヌイ、今回の対応はカヌイに一任する。了解しました。副官のカヌイと申します。クロフォード君、ロッサ、オランジェ、久しぶりだね。泊まる場所を用意して到着をお待ちしています。それでは、お気をつけて。お前たちはまだ。いや、前ほどじゃないよ。今度は成功させる。同じ失敗はしないよ。では、万全の準備を整えてスティアリージョンへ向かってほしい。健闘を祈る。
またな。いらっしゃいませ。またな。また来てくださいね。
こにアークスがいるのかな。行ってみよう。気をつけて。下がれ。カヌイ、あとは任せた。先ほどのご無礼をお許しください。あなた方の実力を測らせていただきました。改めまして、副官のカヌイです。よろしくお願いいたします。待てな。よろしく。
なるほど。隊長、セントラルシティの作戦は最終目標に違いがあるものの、我々が起動する作戦とも共通項が多いように思われます。カヌイ、こちらの作戦の説明を。わかりました。現在私たちはスティアリージョンに存在するドールズの3つの拠点に対して大規模な制圧作戦を計画しています。今回の作戦では、作戦概要は以上です。ドールズのプラントと南北に存在する拠点の制圧、まずはこのプラントの攻略からね。はい、強力なドールズが守りを固めていて、私たちでも完全な制圧には未だ至っていません。今までは相手の数に圧倒され制圧は叶わなかった。だが今回はお前たちがいる。この機会を最大限に生かしたい。作戦内容は、私たち先遣隊側で編成した部隊で施設内の敵を陽動、その間にグレン隊長を含む主力部隊で制圧、敵基地の中枢へと進行し無力化します。お前たちには主力部隊に加わってもらい、確実にドールズを仕留めてもらいたい。失敗は許されない。何としてでも成功させるぞ。心配するな、相応のサポートはさせてもらう。行くぞ。また来な。どうも。ではさようなら。よく来たな。気をつけてくださいね。いらっしゃいませ。また来てくださいね。よろしくです。
ここがプラントです。ここは比較的小型のドールズを生み出している様子。大型のドールズがどこから来るのかは未だに不明です。なんでこんな場所がハルファにあるの？私たちはそこまでは分かっていません。しかし少なくともここを叩けばドールズの発生を抑制できます。ここを越えないと先に進めないもんね。そういうことです。まずは制圧しないとだよね。行こう。
success. Start.
れだけいたドールズがこんなあっさり。グレンってなんていうかちょっと次元が違う強さだよね。本気になった隊長と渡り合えるのはセントラルリーダーのクロフォード君ぐらいでしょうね。クロフォード？あの人そんなに強いの？ええ、ただ彼が戦っているところはもう長い間見ていませんが。あ、そうだ、ちょっと気になってたことがあるんだけど、なんかセントラルタワーでクロフォードとグレンが顔を合わせた時変だったよね。あの二人何かあるのかなって。ああ、それはカヌイ。あ、来るぞ。ここが北の拠点です。私たちの調査ではこの奥に制御室が確認されていて、中にある端末を操作することで最深部に進む道が開けると考えています。ドールズに加え砦のような形状による強固な守りからプラント以上に困難な状況が予想されるため、より入念な準備が必要となります。観測班による情報収集と解析をもとに作戦を進めましょう。観測班、
他に解析を行える者はいないか。私たちは解析任務を中心に行っているセントラルシティ所属のアークスです。こちらで十分な働きができるかあまり自信はありませんが、セントラルシティの司令室と連携しつつ情報の収集と解析を行います。ありがとう。では頼みます。異変があればすぐに報告を。情報の収集解析が終わるまで各自補給を。解析が終わり次第作戦を再開する。あなた方も補給を行ってください。準備でき次第私に報告を。観測班の解析が
かりました。どうですか、何か進展はありましたか。無理とは言いませんが、複雑な暗号でプロテクトされています。最深部へ進むためのロックを解除するには時間がかかりそうです。マノンなら分かったりしないかな。見てみるわ。ロックは解除できたわ。でも、あなたたちが最初に考えていた通り、南の拠点の制御室にある端末も操作しないと、最深部へ進むためのロックは完全に解除されなさそうね。やはり、そうでしたか。では、予定通り南の拠点の攻略作戦に移る。準備ができ次第集合せよ。作戦の準備を行います。あなた方も準備ができたら声をかけてください。
このルートが南の拠点へ向かうための最短距離になる。一気に突破し南の拠点を攻略する。何か質問は？みんなの疲労も限界に来つつあるわ。このまま進んで大丈夫なのかしら。ここで引いたところで次があるとは限らない。ええ、実際スティアキャンプのほぼ全戦力を投入してしまっているので、むしろあなた方の協力を得られている今がベストな状況であると考えます。そんな、私たちなら大丈夫だよ、マノ。行くぞ。また大型のドールズが出てきたら、あたしカヌイたちは南の拠点の制圧を言う。了解。
ドールズ、このタイプはまさか。ここにいたか、ニルス・スティア。俺が仕掛ける、総員続け。足を止めれば命はないものと思え。常に相手の攻撃に備えろ。
success. ものすごい数だったね。すぐに負傷者の手当てをしないと。救護班はいるか？動ける者は負傷者の手当てを。観測班、状況を。見つけました。制御室らしき一角が奥にあります。わかりました。彼らの護衛を頼む。負傷者の方は私たちで対応します。制御端末をお願いできますか？わかったわ。ロックは解除したのだけれど、何の変化もないわ。中央の障壁が解除されない。どういうことかしら。マノーさん、クロフォードさんから通信です。クロフォード、助かるわ。スティアリージョンで作戦中のアークスから送られたデータを解析した結果、中央の本拠地、仮にスティア中枢部と呼ぼうか。ここに入るにはもう一箇所端末からアクセスしてロックを解除しないといけないみたいだ。ええ、でもその端末の場所と制御方法が分からなくて。それについては彼が何か突き止めたらしくてね。マノン。イルマ。最後の端末の場所とそれを制御する方法なんだけど、今から君のマグニデータを送る。その要領でやってみて。端末情報に合わせて適切な配列を選ぶ必要があるけど、君ならきっとできるよ。じゃあ僕は解析に戻るよ。またね。イルマに相当気に入られたみたいだね。僕も君なら大丈夫だと信じているよ。クロフォード。ダークファルスはスティア中枢部に眠っているに違いない。君たちばかりに大変な思いをさせてすまない。僕たちも準備を進めている。もう少し持ちこたえてくれ。負傷兵の搬送と治療が終わりました。私たちはこれよりスティア中枢部へ移動します。わかった。こっちも作業を続ければ。では、マノンですが、ここに来てからずっと障壁解除の作業を進めてくれています。そういえば隊長は。くそ。力が足りないのか、ヒバナ。お前か。分かっている、分かっているんだ、そんなことは。
食事と飲み物、私が作ったんだ。みんな、これ食べて少し休んで。みんな、北の拠点からここまで蛍光色ばっかりだったでしょ。たまにはちゃんとした食事しないと気分がめいっちゃうと思ってさ。本来、私が気を配らなければいけないところを本当に感謝します。進めば犠牲は避けられない。だとしても俺は腕によりをかけて作ったんだもんね。喜んでくれてよかった。グレンはあれからどう？あの大型ドールズを見たとき、なんだか様子が違ったから。ニルススティアですね。あれは隊長にとって因縁の相手なんです。かつてクロフォード君と隊長は共にドールズと戦っていました。他に火花というアークスがいて、3人は腕を磨き合っていました。しかし10年ほど前にあのニルススティアがセントラルを襲撃してきたんです。3人の活躍により撃退はできたものの、火花は命を落としてしまいました。それをきっかけにクロフォード君と隊長はそれぞれの道を進むことになったんです。クロフォード君は戦いで倒れる仲間を増やさないよう守りを固めると同時に、強力な兵器を開発することで人命を危険にさらさず、この戦いに決着をつける方法を選んだ。一方で隊長はニルススティアが撤退していった場所、このスティアリージョンにこそ全ての元凶があると考え、私を含めた志願者をアークスから選抜し、敵の拠点を発見し直接叩くという道を選びました。ニルススティアのようなドールズを完全にハルファから根絶するために。そうだったんだ。隊長、クロフォードに伝えておけ。この戦いを選んだのは俺自身だ。お前はお前の戦いを続けるがいいと。隊長、南北の拠点の端末を経由してスティア中枢部のシステムに入ったわ。間もなく障壁は解除されるはずよ。総員突入準備。編成はお前に任せる。了解しました。
動く気配はありませんね。今攻撃すれば一気に倒してしまえるのでは。まずはニルススティアを叩く。今度こそ仕留めるぞ。無事ですか？よかった。よかったって、どうして、どうしてこんな私なんかをかばって。私が
君はグレンを助けて。クロフォード、前を向けグレン、まだ終わってないぞ。
直接話すのは何年ぶりかな。どうして今さらセントラルから出てきた。その時が来たからさ。セントラルキャノンの最終調整は完了した。そしてダークファルスは必ず君たちが見つけてくれると信じていた。なら最後くらいは親友に手を貸してあげようかと思ってね。全て終わればようやくあいつのことをきちんと弔える。うん。クロフォード本当に強かったんだね。だけどセントラルの方はリーダーの君がいなくては。たまには運動したいと言ったらブルーダーが心よく留守を引き受けてくれたよ。それよりマノン君は大丈夫かい？平気よ。ここは負傷者を連れて撤退だ。クロフォード、どうするつもり？撤退するって言ってももう。よし、もういいだろう。うまくおびき出せた。今だ、ブルーダー撃て。
ロフォード、あれってどういうこと？ダークファルスにはまた逃げられちゃったの？大丈夫だ、安心してくれ。順を追って話そう。まず現在のダークファルスだが、以前のように異想空間に逃げ込んだと思われる。だが今のやつは手負いだ。ある程度の自己回復能力があるようだが、完全な修復はステア中枢部のあのドッグでしかできない。だからいずれはこちらの空間に現れる。どうしてそんなことが？ライサスの記録だ。それとイルマと僕が集めたデータも少し。ライサスは100年前にクバリスで起きたかつてのダークファルスとの戦いを克明に記録していた。とても鮮明な描写でね、当時その場にいたかのような臨場感のある内容だった。そこには全ダークファルスの行動パターンや活動周期などについても書かれていた。当時のクバリスのアークスは全ダークファルスを相手にかなり善戦していたらしい。集中砲火で致命的なダメージを与えた時はどこかに逃げ込んでしばらく現れなかったと記されていた。そして損傷した箇所を修復して再び現れたとね。そのどこかというのがステアのあの場所だったというわけさ。ライサスの記録にそこまでのことが。うん、ステアの中枢部を実際に見るまでは僕も確信は持てずにいたけどね。それにしても僕たちは長らくダークファルスやドールズは外から来るものと思っていたが、このハルファにあれだけ大規模な拠点があるということは、いつ誰があんなものを作ったのかと考えずにはいられないね。いや、今はそのことについては置いておこう。僕らが取るべき次の行動はシンプルだ。異想空間から現れたダークファルスを完成したセントラルキャノンで迎撃する。奴のスペクトルはほぼ解析できている。出現予兆は見逃さない。もしもまた逃げられたとしても最終的な行き先は分かっている。攻撃を繰り返し、たとえわずかでも奴にダメージを与え続ける。どれだけ時間がかかったとしても最後に勝てればそれでいい。ただ一つ問題があってね。データを集めた全ダークファルスと今のダークファルスの同一性は担保されていない。もしかしたら全く別の存在でデータにないことが起きるかもしれない。というよりもそうなる可能性が高い。何せあのダークファルスだからね。バックアッププランはいくつか用意しているけど、それもどこまで通用するか。そこで最後に頼りになるのはアークス一人一人の力だ。奴が再出現した時には君には以前のように最前線での迎撃をお願いしたい。私たちは？君たちにもやってもらいたいことがある。追って連絡するので待っていてくれ。うん、分かった。もう少しだけ苦労をかけるがよろしく頼む。大丈夫、きっと何とかしてみせる。これまでもずっとそうやってきたんだからね。っ